相模スタの皆さん、お久しぶりです。イラバンズ北九州の田田亮介、中山由紀です。審査会原15周年おめでとうございます。まあ、相模原での思い出といえば、やっぱ僕は昇格と降格とそして再会と、まあ本当濃い3年間を過ごしました。いいですか。そうですね、僕は2021年の J2 初年度っていう、年に在籍できたってことで、まあ厳しい戦いが続きましたけど、やっぱりそこの中でも相模スタの皆さんの応援が熱かった思いがすごく今でも鮮明に残っています。そうですね、まあ今、まあ、ギラバンツも相模原も厳しいシーズンを過ごしていて、なんとか上にと頑張ってると思うんですけど、まあ、相模原戦では絶対に負けないんで。でもシーズン終わるときにはお互い残留できることを願って頑張ります。相模原で待っててください。あとはまあドリームマッチがあるみたいな。いや、すごいメンバー。やっぱチーさんですね、僕は。そうですね、まあ、純吾さんとか、まあ、梅くんとか、まあ、僕らが一緒にプレーした人もいるんですけど、まあ、千秋さんは、まあ、倒れないようにしっかり動いて、あとはプレーとあのキャラクターで盛り上げてくれることだと期待しています。頑張ってください。おめでとうございます。さよなら。